名取二号橋から河口ゆり上げの堤にある松並木安藤松名取川は宮城県仙台市及び名取市を流れ太平洋に注ぐ一級河川名取川水系の本流である歌枕として知られ埋もれ木と共に歌われてきた宮城県仙台市大白区西部の大宇山脈神ム岳に源を発しをおおむね東へ流れ大白区山田付近で 仙台平野に出る。仙台市若林区備編で広瀬川を合わせ、仙台市若林区と名取市の境界から仙台湾に注ぐ。流域の大部分を占める仙台市南部と名取市のほか、支流後石川の柴田郡川崎町、坪沼川の柴田郡村田町北東部の菅を、川内沢川の岩沼市北端が名取川水系の流域である。上流域は、渓谷で、 二口温泉がある。秋保大滝を経てからは川に沿って、馬場長袋、境の湯本と細長い盆地が、呪術なぎに連なる。そのうちの湯本地区にある秋保温泉は、仙台市中心部から近く人気のある温泉地である。山がちな中流部の東側、平野部の西側は、仙台の郊外として宅地化が進んでいる。海に近くなると水田が広がる。 川口付近では、低山運河と連絡し、その下流で井戸浦に通じる。元は、南のゆり上げ漁港と広浦にも通じていたが、今では漁港が海に出口を設けたため遮断された。河口のゆり上げ漁港は、中世以来の歴史を持つ港町である。2011年東北地方太平洋沖地震では、津波が逆流し周辺で、大きな被害が発生した。 大まかに二つの説があるが、どちらも、アイヌ語が由来とされている。2011年度調査での BOD75% 値は、上流の深野橋で 0.6mgL とか流の名取橋で 1.8mgL の間に収まった。2018年度には、調査した12地点の BOD が、深野橋から最下流の揺り上げ大橋まで0.5から 0.9mgL になった。 上流下流の順。ミリグラム、l で表すのは、その地点での水質基準の一つである BOD で、数値が多いほど汚れている。ありがとうございます。